あ、本当だね、出航したね。商船3つ、左側だって。マイクロとこの感じです。北海道に上陸です。あーって見せかけて、はい、こんにちは。で今ですね、下高速走っております。今日はですね、過去一番遠いんじゃないかというところに向かっております。というかね、距離で言ったら九州と同じぐらいなのかな。もうほぼ九州と同じだと思っております。ということでね、今回は現役サラリーマン全国制覇の旅17県目、北海道に向かいます。ようやく北海道です。キャンピングカーで北海道行くのはもう実は初めてです。もうキャンピングカー乗ってなんだかんだ5年ぐらい経つんですけど、それでも初めてです。ようやく行けます。で、今回の、ね、旅のプランとしましては、まあ、青森まで行って函館の、ね、方で乗るっていうわけではなくて、今日はねこれからですね大洗の方に向かいます。で、大洗フェリーで苫小牧まで向かおうと思っております。まあ、なのでこれからですね、今ちょうど浅田、まあ、川崎の方ですね走ってるんですけども、まずはね茨城県の大洗まで向かいます。出航が7時45分ということで、今日はね少しだけね会社をね早上がりしてますので、ちょっとね時間に余裕があります。ふーちゃんはね小学校今日行って帰ってきてから出発しております。で、ただねちょっとね今日見ての通りなんですけども、割とね雨が強いです。風も強いです。まあ、一応今のところですね、欠航の連絡とかは来てないので、まあ、出航するんだと思っております。まあ、あんまりっていうか、なんか本当ね、あの出航できないぐらい風が強いとちょっとどうしようか考えちゃうんですけど、今のところはね大丈夫です。で、ね、今日はね4月下旬です。まあ、大体ですけど10日間ぐらいはいるかな。フェリー入れて14ぐらい、北海道で滞在してるのがおよそ10日間ぐらい。道東とね道北の方にはね、今回絞っていきたいなと。まあ、北海道のことはまたついてからゆっくりお話しようかなと思います。はい、今ですね浦安手前ぐらい辰巳ジャンクションあたりにいるんですけども、ちょっとね混んでます。だいたい予想はしていたんですけど、想像以上に混んでます。で、この先も少しね葛西の先でまたちょっと渋滞マークがついてまして、もう、あ、そうそう、5時半に受付、そう、僕の予想では、まあ、6時半ぐらいまでは平気やろと思ってたんですけど、7時45分に出るんですけど、でも受付は5時半ごろって書いてありましたね。までに手続きを済ませてくださいとは一応で、今ね結構ね5時26分着っていうギリギリなんですよ。はい、これもしかしたら遅れるなっていう状態でして、で今ですねママに、ね、大洗のフェリーターミナルに電話してもらって、で確認したんですけども、まあ、6時ぐらいで大丈夫ですよと。で、最悪6時半ぐらいまでだったら大丈夫と。まあ、今日はねその大洗の方もなんか天候が悪いみたいで、まあ、気をつけてねお越しくださいということでね、本当にありがたい感じで、連絡が取れました。これ ね渋滞マークがないところで渋滞してるから、これ大丈夫だよなっていう。意外とですねフェリーもに車検証持ってったりとか、まあ、いろいろねやらなきゃいけなかったと思ったんで、そう、意外とね時間かかったりするんですよね。なので多分5時半ぐらいが目安として来てくださいみたいな、そんな感じみたいですね。はい、今ですね三郷ジャンクションの近くです。で少しね車が流れ始めましたので、だいぶね進んできました。で、この先ですね一瞬千葉に入りまして、でその後ね守谷とかに入って茨城に変わるというような予定ですか。東京、埼玉、千葉、茨城、関東4県一気に回るような感じですね。そう、時間もギリギリ行けそうかな。で、まああとね、まだまだ99キロと約100キロ近くあるんですけども、まあ、とりあえずね茨城のね地名も見えてきたので、もう少しね頑張って走っていきたいと思います。はい、今ですね水戸南インターです。で、もう少しでね大洗料金所です。もうあと5分ぐらいですね。なんだかんだ言って無事に、いやービビったマジで間に合わないかと思ったんですけど、なんとかね間に合いました。で今ですね5時15分ぐらいなんですけど、あとね15分ぐらいで到着します。まあもうじきねその大洗なんですけども、思ってたよりもですねこっちの方が風がない。立中と大洗の分岐があったんですけど、そこら辺ぐらいからだいぶねこっちの方は風が吹いてないです。あんまとはいえね海が近くなるとまた風が強くなるかもしれないので、そこはですね気をつけながら向かっていきたいなと思います。はい、今ですね、あと1キロのところまで来ました。天気がだいぶ回復したんでこっち来て、そうこっちはなんかね雨もそんなに降ってないし風もないですね。
なんかさっきまでの道中の方がよっぽど広かった。で、あれだね、フェリーって書いてある。本当だ、ようやくここまで来た。長かった。時間も5時18分着なんで、最初よりかでも早くなったね。いやあれか、船着いた、まあ、とりあえずこれでいいのかな。7時45分発は、これは左でいいのかな。左、あれこれなんか言うのかな。なんか普通にあっち行ってください。初めてだ。で、ここだとはまずは受付でいいのかな。わいわい。はい、とりあえずね、着いたので、受付をね、していきたいと思います。よし、無事に着いた。受付。商船3つ、左側だって。ほんとだ。今ですね、到着しました。で、受付もね、終わってきたので、これからね、乗船の準備します。6時からママたちが先に乗船して、僕はね、その後にボンちゃんをね、連れて乗るという感じになってます。タオルはあるんだよね。うん、その辺はあるんじゃない。あったよね、前。うん、と思う。よいしょ、これ今日ね、ご飯買ってきたんで、ね、浜寿司。ふーちゃんは酔い止め薬を飲んで、なんでか泣いてしまった。何、もうすぐ乗りますよって合図。よいしょ、こんな感じで外はもう並んでます。前から見るとこんな感じです。はい、ということでね、荷物にまとめて、今からね、ママたちは先に乗船、パパはボンちゃんと一緒に行きます。じゃあまた後で。また後でね。はい、ということでね、僕はボンちゃん連れて行きます。行くよ。さあ、このまま乗るよ。無事に乗船しました。こっから6回行くよ。はい、進んで。スペリア。揺れないといいね。まだまっすぐだって。おい、もともと開いてんじゃん。到着しました。ていうか、結構コンパクトな部屋だね。ちっちゃい。ほんと、結構コンパクト。確かに3人分でいっぱいいっぱいだよ。ギリギリいけるぐらいなのかな。机がね、3人分だとないみたい。ここにアメニティがある。3人分の館内着っていうか、まあ部屋着と、タオル。あ、ドライヤーちゃんとしてるじゃん。やったね。で、これ、何入ってんだろう。中に入ってたものがこれ。タオル。これはボディーソープ、コンディショナー、シャンプー、体を洗うタオル、歯ブラシ、綿棒、おしぼりが入ってました。そろそろ呼ばれそうかな。もう行っちゃっていいですか。入れない。はい。本当だね。なんか小部屋だね、これすごく。はい、ということでね、少しね、ロビー、ショップ、レストランとかね、いろいろ散策してみます。でね、今ね、時間が7時20分なんですけども、出港が45分なんで、ちょっとね、20分ぐらいあるので、ちょっとフラットね、行きます。向こう側かな。まずは、あ、そうだね、向こう側だね。ふーちゃん、ゲームコーナーちっちゃいよ。ほら、残念でした。おお、なんかすごいね、こんな広かったな。
うん、行ってみようか。ここがレストラン。基本はバイキング。この後はこれ出航後なの？出航後発表。よし、無事到着です。こちらもいかがでしょうか？いかがです。一応ね、入れました。ちょっとね、思ったよりね、部屋がコンパクトだった。でしょ？動画で見たら広そうに見えたんだけど。動画だとね、多分一人の人だったよね。家族系じゃなかったからいけない。なんか夫婦二人だったらまだいいかなと思うけど、3人分のベッド引けるのかなっていう不安があるもん、これ。はい、部屋全体としてはこんな感じです。こうやって見ると広く見えるな。多分このマジックにやられたな。でも2人なら平気、3人はちょっときついね。そうそうそう、だから夫婦2人ならいいと思う、うん、はい、でこの部屋は一応こんな感じでシャワーもついてます。見えるかな。であとね、洗面所、それからトイレもついてます。そうで、今日ちょっとね、やっぱり天気が良くないので、このあとね、大浴場が入れなくなっちゃうかもしれないってことなので、まあうちはね、このシャワーを使おうかなと思っております。エアコンもついてます。こんな感じで結構近いところにエアコン入ってます。で、あとテレビですね。このテレビは後でね、これでモモ鉄やろうかなと思ってます。こんな感じです。まあ布団は最後に引きます。で、あとね、暗くなっちゃってるんだけど、こんな感じで見えるかな。外がね、本当は見えます。ちょっとだけこんな感じですね。外も見えます。はい、という感じでね、とりあえず乗れました、無事に。これでね、今日大洗から北海道まで、苫小牧ですね、まで向かっていきます。あと冷蔵庫ちょっと開けて、こんな感じで冷蔵庫もいろいろパンパンです。はま寿司とか買ってきました。こっちめちゃくちゃあるじゃん、寿司。寿司パン、うん、で買ってきたのはね、このはま寿司のいつものやつ2人前と、あとカッパと卵と納豆を単品、あとマグロ作り、お茶セットだね。そうです。じゃあ乾杯しよう。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、お茶乾杯。じゃあ乾杯。あ、動いた。乾杯。あ、本当だね、出航したね。揺れてる感じはあるわ。うん、はい、今ですね、ちょうど出航しました。揺れてるんだけど、わかるかな。こんな感じで転がしていっても転がって帰ってきちゃう。面白い。ちょっと奥まで進んだらちょっと。あれだね、揺れてるっていうのは斜めなんだね。この度は小生道フェリー発進しましたよ。さあ、船の日ご乗船くださいまして、ご案内申し上げます。この船の通常がわかんないから、これの揺れが普通なのか。でもさ、ペットボトルも揺れてないから。ご確認ございます。ちょうど営業いたしております。本日は低気圧の影響により、船体が大きく動揺することが予想されております。監督官庁の指導により、本日夜11時から、ペットボトルが転がり始めました。あっち行ったり、こっち行ったり。割とまあ揺れてる方なのかも。そう。じゃない？と見せかけて、あとまあこんな感じでですね、映像でお伝えできてるかわからないけど、結構揺れてます。ホワホワしている。なんか揺れが強い時と弱い時の差が激しいよね。さっきなんかちょっとちょろちょろって動いてたりさ、大きく左右に揺れたり、なんかいろんな揺れ方するなって。結構荒れてたから、うん、風も強かったからね。どうなんだろうね、これ沖まで出たら落ち着くのかね。今なんかあれだね、すごい揺れたね。うん、まだでもさ、これ放送入らないからそんな揺れてるあれじゃないのかな。そう、なんか本当に揺れがひどいと、なんかそういう放送がいいんじゃん。ふーちゃんの駅？うん、いや、内心怖がって怖い。まあ、明日の朝までしたかね、揺れも。起きてからはもう普通なんじゃない。だ、天気が良ければこうでもなかったんだろうな、うん、もうちょっと結構揺れてる。すごいね、うーちゃんこんだけ揺れてても元気いっぱい。私はもう酔い止め一回飲んだ。ペットボトルはもう立てとかないとコロコロしちゃう。波の高さ4ぐらいって言ったかな、4か5ぐらい。3メーターでも結構揺れるらしいから。2メーターだと全然揺れないって。ママ具合悪くなりそうだから、もうお酒やめた。うん、なんかね、この揺れでだんだん眠くなってきた。変わんないよね、こんな感じなんですよ。結構体持っていかれるよ。
うです。揺れてますか？窓で見てみる。あ、何も見えないね。でも白いのだけは見えるよ。本当だね。本当に。まさかこんなんだと思わなかった。あ、ういちゃんほら見てごらん。今どこにいるかみたいな。まだ、あの船のとこ。まだまだって。うわぁ。はい、今ですね、売店で買ってきました。ういちゃんナイス。今、波のうねりが3メーターらしいです。売店の方に聞きました。ひどい時はね、5メーターぐらいになる。3メーターで結構揺れてるように感じるけど、さらに上の5メーター時もあるらしいです。そう、まだ余裕かは分からないけど、でも、ね、結構揺れてる方って言ってたよ。うん、じゃあ部屋戻ろう。はい、今ですね、館内放送が入ったんですけども、まあ、特に波の高さは問題なさそうな感じでした。もうねちょっとねママが今グロッキーでなので、ちょっとね、今日もゆっくりシャワー入って寝ようかなと思います。はい、今うーちゃんとパパでシャワー入ってきました。お部屋のシャワーです。結構揺れてるんだけど、もう慣れた。うんね、慣れたよね。ね、ちなみにね、テレビで見ると分かるんですけど、この上ぐらいのところを今運行してます。まだ仙台にも着いてないですね。はい、もうね就寝モードです。もう死にかけです。立ってるとあんまり具合が良くありません。たるちゃんも寝るで。はい、ということで寝ます。おやすみなさい。早いけど。はい、この音聞こえてるかな。まあ、11時40分ぐらいなんですけど、かなり風の音。風なのこれ。風っぽくないこの音。また揺れが。うん、揺れがすごいね。なかなか伝わりづらいけど、風もあり、湿気、大湿気、湿気だよね。うん、ちょうどさっきぐらいから揺れてきたね。はい、おはようございます。お外はどうですか？もう目離せないぐらい気持ちいい。こんな感じです、はい、で今ですね、向こう側に見えているのが青森県のサメ門っていうところらしいです。そう、うーちゃんあそこ青森だって。よかったね、晴れて。うん、昨日夜中すごかったんだよ、うーちゃん寝てる時。風がすごかったんで、寝てるから全然気づかなかっただろうけど。だ、海きれい。これぐらいの揺れなら平気だね。意外と波が白いのが分かるかな。揺れてはいるんですよね、まだ。もうすぐ大間のあたりかなって。でね、この辺はもうね電波が入らないんですけど、モバイル Wi-Fi も入らない。じゃあご飯でも食べ行こうか。はい。まだ揺れてるよ。なんかこういうとこで歩くと揺れが分かる。手袋ついた？オッケー。パパのご飯、ママのご飯、ふみちゃんぴのご飯。なんとか外が見えて、もう少しで終わっちゃうから早く食べないと。はい、今ですね、帰ってきて歯磨きしたりしてゴロゴロタイムです。今ね時間が9時46分、で到着予定時刻が1時30分なんで、まだ約4時間ぐらいまだあります。そうだね、今ようやく大間。こんな感じですね。相変わらず少し波はあるけど、昨晩に比べたら全然マシです。はい、桃鉄です。ふいちゃん念願だね。
先日ライブしてる時に北海道の勉強するなら桃鉄っていうコメントが結構あって、それいやそうだと思って、ね、急遽桃鉄やってます。目的地は宮城だね。宮城県ですか。北海道の勉強しなきゃ北海道行けないね。さあ北海道を勉強しようと思ってるけど、果たして北海道が目的地になることがあるのか。あれ目的地って名古屋だっけ。札幌だもん。これ押していいの、ま、あ新潟の物前や。もうすぐね北海道ってことで、もうあの辺見えてる山が、多分向こうに見えてる、ちょっとうすら見えてるのがもう北海道だと思います。12時半なんであと1時間ぐらい、もうすぐね到着なんですけど、このねフェリーの中で本当はね北海道のプランを立てようと思ってたんですが、意外とですね電波がね入らない。 Wi-Fi 持ってきてるんですけど、このね今晴れてて雲がなくても全然入らなかった。微妙には入るんだけどね、ちょっと待てば入るみたいな感じなんだけど、 Google マップで開きながら北海道見て観光地検索しながらやるってなるとかなり大変だった。多分この中で計画するの難しいよね。あとは編集しようとは思ったけど、揺れがすごくてそれどころじゃなかったね。結構揺れてたからね、うん、もうちょっとね通常っていうかさ穏やかだったらよかったけどね。そう、割とこの部屋実は真ん中のお部屋取ってます。なんかいろいろ調べたら、先端とかよりかはなるべく真ん中寄りの方が揺れないというのを検索してちょっと調べてて、で真ん中のお部屋を選んだんですけども、それでも結構揺れたよね。弱い人は難しいの、うん、そうだからね、ぜひねフェリーとかでね旅行こうかなって思ってる方はなるべく船に対して真ん中ら辺のお部屋を選ばれた方が揺れづらいということなので、揺れに弱い人はあんまりご飯を食べない方がいいです。腹5分目ぐらいの方がいいと思う、うん、弱い人はね、うん、弱い、意外と元気なのはうーちゃんということでね、到着前あと1時間ぐらいあるんですけど、最後のねお散歩に来て行ってみたいと思います。この船これがいい。うーちゃんパパチョコミントね、これうーちゃんから、うん先うーちゃんからでいいよ。はい、今ですね最後のお散歩から帰ってきました。もう12時半回ってるからねショップは閉まってました。あれはやってたね展望浴場がね、で瞬時まで、うん、そこの前に置いてあった自販機でアイス買ってきました。本日の有効予定時刻につきましてご案内申し上げます、うん、定刻の13時30分を予定いたしております、うん、はい、もうね到着します。でも到着したのかな、テトラポッドも見えてます。苫小牧市すごいね、うん、もうすぐ船着くんじゃない。ここが北海道か。そうだね、初めて見るね。そうだよね、うーちゃん初北海道だね。パパもでもね一回しか来たことないんだよ。え、一回来たことあるの北海道。ママこっち側は初めて来た、ママは3回目北海道。え、3回も行ったことあるんだ。うーちゃんすごいじゃん初北海道、いろんな全国各地に行くスピードが異常で、はい、ということでねそろそろ準備をしちゃいます。何町ですか。順番町です。だからペットの人が先っぽかったから15分ぐらい待つみたいな感じだったね。ということで15分ぐらいは部屋で待機です。2階階段ご利用はい、今ですね、車に戻ってきました。今一応乗って準備できたんで、この後順番待ちでね、どんどん出ていきます。今日は出た後にこの近くにね山田電機があるみたいなんで一回ちょっと山田電機行きます。IH のコンロをちょっと買いたいのと、あとねそうガスボンベカセット缶ですね、 CB 缶あれは持ってきてないんで、まあ爪長いんでね持ってきてないんで、それをね山田電機で買います。あれはジンギスカン鍋があったら買って、あそうそうそう、あとジンギスカン鍋ね、これもあったら買います。あそうそう、燃料も入れとかないといけない。そんなに減ってないんですけど、なんかやっぱね北海道走る時は燃料ガソスターでなるべくこまめに入れた方がいいっていうのをね皆さんから教えてもらったので、そこはちょっと注意してね給油してから行こうかなと思っております。はい、ということでねそろそろうちエラーの順番かな。ちょこちょこもう出てきたから、じゃあどっちが先なんだろう、あの真ん中のレインを先に通してからうちらかな。いやでも結構狭そうだよ、あそこなんか。
出発です。出発しよう。あるそうえ、これなんじゃこりゃ。登りよう。結構明るそうだね。ね。よいしょ。見て、北海道ができてきた。北海道に上陸です。上陸。あ、いい天気じゃない、まあまあ。いい天気だ。北海道です。北海道です。ふーちゃん初上陸です。まだナビがね、追いついてないんだよ。大洗から。どっからどう行くんだ。あ、出口って書いてあった。行きますよ。無事に苫小牧入りです。ここからみんなナンバーが北海道のナンバーになる。室蘭だって。みんな道路が4車線すごい不思議。広い。めっちゃ広い。4車線だよ。そして風強い。4車線ってなかなかなくない？ない。だってまっすぐで4車線だからね。謎。3車線から1個増えるじゃないからね。曲がる人だけのって。これ車線。いや、すごいわ。北海道メロンと卵プリンとガラス。まだ開けたら寒いよ。一通り、あの、美味しそうだね。大丈夫？食べてるだけだ。お願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね、バイバイ。